こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。メイヤです。今回はですね、ちょっとこういうものを買ってきました。日清食品さんが出している0秒チキンラーメンという商品でございます。そのまま丸かじる用って書いてあるんですけど、これをですね、ちょっとここに書いてあるんですけど、床系禁止、美味しくないよって書いてあるぞ。これをですね、美味しくないってどういうことなんだというのをちょっと検証するみたいな感じでお湯をかけて食べてみようかなって思ってます。メーカー小売価格122円だったかな。だいたいそれぐらいの値段でコンビニで買ってきた感じです。ちょっと今日ですね、この服装とか、なんか喋り方がちょっと変だなって思う方もいると思うんですけど、自分のよく見る YouTuber の今日は晴れの日さんっていう方がいらっしゃるんですよ。で、その方が結構好きなんで、その方のちょっと格好とか、あとワードなんかを使わせてもらおうかなっていう、勝手に使ってるんですけど、そんな感じでちょっと今回やらせてもらおうかなと思ってます。0秒チキンラーメンか。買ってきたのも初めてなんですけど、一回どんなものかかじってみるっていうのもいいかもしれませんね。とりあえずちょっとお湯沸かしましょうかね。チキンラーメンっていうと、あれですよ。自分が二十歳で一人暮らし始めた当初、会社の寮の方に入ってたんですけど、その寮の方にコンロがなかったんですよ。それで煮込むラーメンを作るっていうことができなかったんですよ。でも、電気ポットは持ってたんですよね。それ電気ポットを持ってたら、お湯は沸かせるんで、このチキンラーメンは作れたんですよ。それで、チキンラーメンは常に家の方に、買い置きしてるみたいな感じだったですね。で、あとこのチキンラーメンが発売されたのがですね、昭和何年だったかは忘れたけど、8月25日。で、それは8月25日っていうのが、自分の誕生日と同じなんでですね。それでちょっと親近感があるなっていう、このチキンラーメンですね。ただ最近はあまりこのチキンラーメンも食べてなかったかなっていう。カップラーメンなんかでもチキンラーメンあるんですけど、そんなに、好んで食べなくはなってたかなと。もしかしたらその、二十歳ぐらいの頃にもう一生分のチキンラーメン食べてしまったのかもしれませんけどね。もう飽きてしまったっていうのがあるのかもしれません。でも、今回ちょっとこの久しぶりにこの0秒チキンラーメンっていうのを見つけたんで、食べてみたいなと思います。よいしょ。ちょっと、セブンイレブンのこのうどんのカップが、洗ってきたんで、これで作ろうかなと思います。さあ、開けてみましょう。中身は、こうですね。普通のチキンラーメンっぽいですよ。で、ここに卵ポケットもついてるから、これ見た感じチキンラーメンと何も変わらないですけどね。違うのかな、やっぱり。そのままかじるようだからですね。ちょっとこの破片みたいな欠片があるんで、ちょっと食べてみましょうか。ベビースターラーメンのチキン味に似てるって言えばそれまでなのかもしれないですけど、若干違いますね。ベビースターのチキン味ってよく食べるんですけど、ちょっと味は違います。それとはやっぱり違いますよ、味は。でも似たような感じではありますけどね。自分なんかが小学生の頃なんかは、ベビースターラーメンの方にお湯を入れて食べてたような世代なんでですね。それと同じような感じになるんじゃないかなとは予想してます。じゃあ、ちょっとお湯が沸いたんで、お湯入れていきましょう。で、蓋をして、3分待ちでございます。いいな。開けれるだろう。
3分経ったみたいなんで開けてみようと思います。まあ見た感じ普通のチキンラーメンと変わらない感じなんですけどね。まあちょっと気持ちですね、まあ薄味っぽいんでお湯を少なめにしたんですけどね。まあちょっと食べてみましょう。まあ見た感じこれ普通のチキンラーメンですよ。そのまま食べるタイプとは思えないですね。まあちょっとスープの方飲んでみましょうか。ああ、思った以上に味があります。いやなんかものすごくお湯に近いっていう感想を言おうかなと思ってたんですけど、あーなるほど、口に入れた時は味がしてなんか普段のチキンラーメンとあんまり変わらない感じなんだけど、後味が全くない。後味すっきりっていうか後味がお湯ですね。じゃあちょっと麺の方食べてみましょうか。パッケージには美味しくないよって書いてあったんだけど、その表現合ってるんじゃないかなと思います。決してまずくはないです。薄いんだけど微妙に味がするんですよ。だからまずいってことはないです。ただ美味しくもないって感じですね。だから美味しくないよぐらいがちょうどいい表現だったかなと。ちょっと朝方でお腹が空いてるからかな、なんか食べてるとだんだん美味しく感じてきましたね。味はほとんどないんですよ、チキンラーメンとしての味は。でも普段食べてるチキンラーメンの味が濃いすぎるんじゃないかっていう人にはですね、これぐらいの味でいいんじゃないかなと思いますよ。これちょっと意外だったです。これはこれで薄味チキンラーメンっていう商品で売り出してもいいんじゃないかっていうぐらい食べれますね。なんか逆に食欲がない時なんかはなんかこっちのチキンラーメンの方が食べれるんじゃないかっていうぐらい本当に薄味です。なんか若干その鶏の味とか塩味とかがするんだけど本当に薄いんですよ。なんか優しい味って感じですね。なんか、まあ、言うならお粥を食ってる感じですよね。お粥の中に、なんか、梅干し入ってないみたいな。なんか、ただのお粥だけを食ってるみたいな。なんか、そんな感じです。熱がある時とかこれ食べたらいいんじゃないかなっていう。これはこれで悪くない商品なんじゃないかなと思いました。うん。なんか、そのスープもちゃんとやっぱり最初は味があるし、麺も最初は味があるし、ただ、その後味がなさすぎるって感じですね。後味がお湯って感じなんですよ。だから、まあ、ちょっと自分なんかはですね、ラーメン作るときに水道水じゃなくてこの、まあ、イロハスを使ってるんですよね。この天然水みたいなの。これいい水を使って作っておけば、このスープも結構美味しく飲めるんじゃないかなっていうぐらい悪くないです。これは本当に。まあ、今回ですね、本当、ちょっとま、ふざけたような感じで、まあ、動画撮影しようかなって思ってたんですけど、まあ意外とこれはこれで美味しい商品だったなって思いました。また次回ですね、まあこんな感じで、まあちょっとコンビニで面白そうな食べ物なんかを見つけたりですね、まあ自分が食べたことがないような食べ物を見つけたら買ってきて紹介したいなと思っていますので、またその時暇のある方はこの動画を見てもらえたらありがたいです。それではまた。